はい、お疲れ様です。はい、今日何をやるかというと、こちらね、変えました。マイクロザリバイブ、めちゃくちゃ色がいいね。めちゃくちゃええっすよ、このね、マイクロザリバイブ。原枠何やったっけ、忘れた、ちょっと忘れた、そこ貼り付けとくっす。ね、3種類買ったっす。ピンクの誘惑なんちゃらとかいう薄いピンクと、あと銀、何やったっけ、銀色のやつ、もう全部名前が出てこん。それ3種類買いましたけど、このねマイクロザリバイブ、とりあえずね、まあ、あの台風の影響で、あのゴミがすごいんですよ。まあ、ちょっと引っかかるかもしれんけど、ちょっとテンポよくね探っていきたいと思います。で、あとはね、万博さんからね、またいろいろチャンネル登録ね400名なんとか突破することができたんで、そのお祝いでまたちょっと送ってくれたり、その前にいただいたスピンテールのね、あのソフト版のやつ、あれもちょっと使いたいんですよね。だけどまずこの流れ的にはザリバイブである程度通して、反応がなかったらちょっと使おうかなという感じですね。で、これ結構なんやろ、めちゃくちゃ小さいんですけど、あの巻き抵抗結構あるっすね。ちょっとびっくりした。もうちょっと軽いんかなって思ったけど、まあまあ巻き抵抗ありますねこれ。あの小さい割には結構パワフルかもしれん。もうちょっとあっちはね、先行者の方がいらっしゃったんで、もう行かないです。あんまね好きやないんですよね、近くでするの。もう狭いとことかダムとかやったらしょうがないと思うんですよ。ある程度はもうする場所がないけ、まあここやったらね離れれば全然できるんで、意外とねこういう関係ないところにちょろんちたまたまおったりするかもしれんしね。まあ当然のごとく飛距離はめちゃくちゃ出ますね。あのこのサイズは俺的にはありがたいな。スピニングでちょっとねテンポよくこう巻きたい時とかには最高っすね。新山でめちゃくちゃ相性がいいわ。うん、この新山77とこのザリバイブ、マイクロザリバイブか、めっちゃいいですね。でね、これあのパッケージがめちゃくちゃおしゃれなんですよ。なんかあのなんかね、そうそう、俺1個持ってきたの、開けてないの。なんか化粧品みたいな感じで、これね、これは夕方シークレット、めっちゃおしゃれじゃないですか。かっけー、こんな感じなんですよ。これね、嫁さんがこれがいいっちゅって昨日ね買ってきたんですよ。マイクロザリバイブで40かね、シャープ58の夕方シークレット、これはね嫁さんのお気に入りカラーです。ちょっと明日ね使ってもらおうかなと思ってますけど、まあほんとね飛距離も申し分ないし、ただあのちっちゃいケッチってさっきも言ったと思うんですけど、巻き抵抗まあまああるんで、ロットはねちょっと固めがいいと思うんです。これ使うときはもう新山ぐらい硬くてちょうどいいっす。あんま柔らかすぎると多分巻き抵抗が強すぎてちょっとしんどいかもしれないですね、これ使うのは。やっぱね、一世のルアーカラーがねすげえいいんですよね。ただね結構剥がれやすいけどね、これがカラーがね剥がれにくくしてくれたらもっといいんやけどね。だけどやっぱこうアクセサリーというか飾っときたいぐらいな、カラーめっちゃ美しいですね。原枠レインボーとかねめっちゃ綺麗よね、これやばすぎや。
相当かっこいい。これめちゃめちゃええわ。釣れんかな。薪が好きな俺にとっては最高やね、このサイズは。ほんと新山とこのねルビアスの、俺3000なんですけどね、ちょうどいい。で新山で結構竿先曲がっとうでしょ、映っとうよね多分 GoPro で。今日ほんとこれミディアムヘビーとかでいいんじゃないの、分からんけど。ミディアム以上やと思うけどな俺は、快適に使えるのは。柔らかいと多分すんげえ竿曲がって、厳しいと思うけどね。これが結局ねサイズダウンすることによってどう魚の反応が変わるかっていうところが俺はすごい興味深いっていうか、形的にもやっぱね一斉のこのザリバイブ独特なんで、あんまりでもね言うほど僕は下流でバイブレーションで釣ったことないんですよね。メタルバイブはバンバン釣ってますけど、まあ船とかやけどね、意外とねバイブレーション釣ってないんですよね。1回か2回ぐらいない多分。シムコーでねコバスがあっちの方で確か釣れたけど、意外とね釣れないんですよね。こっち側ってやっぱ魚あんまつかんのかな。ほとんどねこっち側釣りしよう人見たことないもんね。やっぱあっち側なんですよね人気なのは。だけどやっぱ人も入っとうし、だからもうあえて誰もおらんとこで俺は今やってますけど、まあおかげさまでね、チャンネル登録400名突破することができました。まだまだねほんと全然ですけど、まあねちょっとずつ、前進はできてるかなと思います。もう僕たちはねまあ他の、YouTuber さんとは違って、まあ、こういったね、まあ、下流で釣れん中でずっとやり続けるっていうような、まあ、チャンネルなので、まあねあの毎回釣れてる動画がお好みな方はまあね全然だと思いますけど、まあ僕的にはもうそういったチャンネルはね他にもういっぱいあるんで、まあ、僕はこういった、信念をね貫き通すというか、まあ、結構こう決めたこと、自分で決めたことをこう貫き通すって結構ね難しかったりするんですけど、やっぱそういったのをまあ楽しみながら、継続していくとか、あとまあ嫁さんのね成長とかも含めて、見ていただけたらなっていう感じなんですよね。なんで「わあ俺これ釣ってすげえやろ」みたいなね、そういうもう僕たちはチャンネルではないので、もうただの一般アングラーですし、僕も全然ね知らんこといっぱいなんですよね。特にこの間の動画でお話ししたあのカスタムとかもう全然わからんっす。もう自分は基本買ってそのまま使う、でハンドルをちょろっと変えるとか、まあ、これもそうですよ。もうちょっとハンドル、あの SLP ワークスさんのやつ、まあ、結構僕ゴールドとか好きなんでね、合わせてこう、あの僕結構ダブルハンドル大好きなんで、変えてますけど、まあそんな程度で、まあ、全然知らないし、まあ雅子とかはめちゃくちゃねそういうの詳しいんで、そんなの僕がね教えてもらいながら、まあ、やっていきたいなっていう感じです。ただまあこだわりは結構強いんでね、あの絶対自分の好きなタックルで釣りしたいし、自分が好きなスタイルでやりたいっていうのがあるんで、まあこれからもねぜひ応援していただけると、もう本当ねコメントとかもいただけて本当それがね励みになってるし、その動画作成のね意欲に本当につながってますんで、本当ねありがとうございます。でまあまだだいぶ先にはなると思いますけど、500名ちょっと突破したらね、あのプレゼント企画やりたいなと思ってます。で僕が考えてるプレゼント企画っていうのは、よくなんか他のね YouTuber さんとかがやってる
なんかこう言うのではなくて、僕的にはやっぱり今僕のねこのチャンネルを支えていただいているあのいつも視聴していただいている方に対して僕はまずね、何かやっぱり感謝の気持ちを伝えたいというのがありますんで、いつになるか分かりませんけど、まあ、その時ねまたずっと見ていただいて、コメントをいただいている方に対してねちょっとやりたいなというのはちょっと考えてます。まあ、1000人っていうのはまだなかなかね現実的な数字じゃないんで、僕たちのチャンネルは。ただまあね、ほんとコツ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 、ほんと努力をしてきて少しずつですけど、まあ増えてきてるんで、まあ、それは本当にねありがたいなと思います。なんでもうほんと僕が今多分かゆに通い続けてもうほんと3ヶ月に1回魚が釣れるか釣れんかとかいう、お、来た、おっしゃ、おお、釣れたハスやん、ザーリバーイ、釣れましたね。まあ、こんな感じでたまーに、まあバスじゃなくてもね僕全然嬉しいんですよ。だからそういうの共感してくれる人がね僕はいいなと思います。なんかもうバスじゃないと絶対嫌とかねそんなんは僕ないんで、釣れたらもう普通に嬉しいっす。よいしょ、あーでも反応はありましたね、とりあえずね。でほんとそうそう、やっぱね視聴していただいてる、もちろん新しく登録してね見ていただける方もすごいありがたいし、まあ、やっぱり動画をちゃんと見てもらってやっぱこうコメントくれるってね、まあ、嫁さんとも嫁のめぐちゃんともよう話してるんですけど、やっぱめちゃくちゃ嬉しいんですよね。なんかちゃんと見てくれてるなっていうのがこうコメントで感じれると、僕もねやっぱこう釣れないなりにねもっとやっぱ努力していきたいなと思うし、ちょっとでもやっぱ見てほんわかしていただけるような動画がね作っていけたらなというふうには思ってます。なんでこうなんかこうプロみたいにこう解説したいみたいな、そういうのはもう全然目指してないんで、もう一緒に成長していけたらいいなと思うし、僕はなんかそういうところの変なプライドはないので、もう25年もう7年8年ぐらいかな、もうずっとやってますけど、もう結構僕は適当にね楽しみながらやってきたタイプだし、まあ昔から結構何釣れても喜ぶような人間でした。まあ結構それでバカにされたりっていうのは多々ありましたけど、もう未だにねもうずっとやってますけど、ギル釣れても全然嬉しいし、今みたいにハス釣れても全然嬉しいし、まあそれはもちろんねバスが釣れるのが、一番嬉しいですけどね。なんかそこはだからそういうとこ共感していただける方とかはねすごい嬉しいなと思います。あんまり多分少ないんじゃないかなっていう気はしますけどね。でもやっぱこのサイズ、来た、めっちゃくぐる、めっちゃくるやん、めっちゃ釣れるやん、マイクロザリバイブ、またハスか、あーやっぱハスや、あーバレた、結構でかいハスやったね、結構でかいハスやったね、すごいね、やっぱこのサイズなんでしょうね、めっちゃバイトあるやん、楽しいねこれはおもろいわ。さっきのハスでもでかかったな、まあまあなサイズやったね、あれは。まあ自分ももうおっさんになってきて、このままねなんかこう何もせず新しいこともせずに人生終わっていくのはなんか嫌やなっちなんかふと思って、いつもなんか思い立ってもやっぱちょっともうめんどくさいけもうやめようみたいな感じでしなかったんですよね。なんかそれはもうやっぱもったいないなと思って、もう思い切ってやってみようって始めたのがまあ YouTube やったんですよ。だけどなんかこう僕の場合はこう稼ぎたいとか、ちょっとそれとは違うかもしれないですね。で1000人は行きたいですけど、それは何だろう、収益化したいから行きたいとかっていうよりもやっぱその目標に向かって
やっぱこうね、コツコツ諦めずに努力していくっちゅう、それがやっぱ楽しいかなと。それはやっぱもうさっきも言った通り、やっぱりコメントくれたり高評価をしてくれたりする方がいるから頑張れてるっていう感じなんで、もう本当ね、僕からすると、そういった視聴者さんはね、もう感謝しかないわけですよ。だからやっぱそういう人たちに何か、節目節目でお返しができたらいいなというふうには思ってます。なんでなんかこうチャンネル登録してる人でとかね、なんかようやってる人いるじゃないですか。まああんなん絶対しないです。でもあれはちょっと僕的には違うなって思ってるんで、まあそうじゃなくて、やっぱ感謝の気持ちをね、伝える一つのまあものだと思うので、なんかあの釣りみたいなね、ああいうのは本当したくないなのでやっぱこう、これってやっぱね、積み重ねてきたものなんで、まあ、こっちも分かるし、いやちゃんと見てくれてるなとかも本当分かるし、まあ、そういった方に対してぜひね、なんかちょっと考えたいと思います。嫁さんとも相談しながら、まあまだ先ですけどね。ただやっぱね、1000人はね厳しいのは分かってますけど、やっぱ諦めたくはないですね。もうやり続けたいですね。でめぐちゃんもねすごいやっぱり頑張ってくれてるんで、まあ、僕よりはるかも年も上で、結構ねやっぱ仕事もねフルでやってるんですよ。いつか仕事してるから、まあ、それしながら家事しながらで週末釣りしてっちゅう、まあなかなかハードな日々を送ってますんで、まあ、そういう中でもやっぱね結構頑張ってやってくれてるし、今僕もやっぱり一緒にね釣りができるのが何よりも楽しいので、まあ雅子もね付き合ってくれて、ほんとね、よいしょ、週末が楽しめてるんで、まあ景色的にいつもね、下流は変わらないんで、それが本当ね申し訳ないなと思いますけど、まあそこはご愛嬌ということで。お、ああ、おお、釣れた釣れた。またハスや。ハスくん大好きやね。めっちゃ釣れるやんこれ。あたたたたた。いや綺麗んですけどね、ちょっと怖いんだよな。よし、ありがとうよ。よいしょ。口がつかめればね全然大丈夫なんですよ。なんかペペペペペペチこう暴れられるのがねちょっと怖いっちゅうだけで。よいしょ。まあでもあれぐらいのハスはやっぱ綺麗系いいよね。いやーでも楽しいわ、巻き最高やね。めっちゃ反応いいわこの幻惑レインボー。カラーとかもあるかもね。やっぱお、来た、またハスやな多分。すげえな、爆鳥やん。ああ割れたまあだいぶ巻き倒しましたんで、ここでちょっと充電もあんまないんでパクリスピンいきますか。いやー優秀やねこれ。これはちょっと今から大活躍やぞ。こんな釣れたら最高ばい。まあ、これは超おすすめです。巻きで釣りたい方はぜひ買ってください。でこのねポイント限定のジョイクロはまた別で動画にすると思うんで、ぜひそちらもね見てください。まあ多分そう簡単にはこれは釣れんけど、まあロワンフィッシュ目指してね結構ジョイクロも頑張ってますんで、
ぜひね、チャンネル登録していただけると非常に嬉しいです。これがね、銀座りかな、ちなみに。あ、絡んど、うわ、めっちゃ絡む。これね、これが銀座り、これもかっこいいですよね。めっちゃめっちゃいい。ちゅうか、もうちょっと欲しい。なくしそうやけ。うん、相当いいから。で、これがね、万博さんからいただいたパクリースピンです。これ結構作るのにね、手間暇かけていただいてて、あのブレードがね、まあ、これ初期のグミブレードのめっちゃ薄いやつがついてるんですけど、あのこれ焼き付けてくれてるんですよ、これ取れんようにブレードを。だけどこのサイズ感、やっぱこうバイブとは違う、また感じ、ソフトベイトやし、スピンテールの要はソフトバーみたいな感じですよね。だけどやっぱこうね、ずっと巻き寄ったらやっぱ反応絶対悪くなるんで、そういった時にあのこれ使ってどうなんかっていうのをまた楽しめるんじゃないかなと思ってですね、ボトムまで落として、まあちょっと本当巻きって感じではなくなってしまうけど、まあでも俺的には釣れそうな気がするな、こっちの方が。これはなんでかって言ったら、こうミドストみたいにこう、まあ、なってないけど、ミドストみたいな風ね、うん、した時にやっぱブレードが常にこう回転しようんですよね。これ薄い毛、普通結構回らんかったりするじゃないですか。でもこれあの極薄ブレードなんで、めっちゃ回転するんですよ。やっぱ普通にこれバスが釣れそう。ほら、キラッ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 っていうか、常にもう回転しよう感じ。だけどまあこれほんとピンの釣りにはなるよね。おらんかったらもう話にならんけど、もう俺はなんかちょっと希望がある気がするな、このシェイクしながら巻くのは。で、食ってきたらバスな気がする、なんとなく。これはしゃ、ちょっとこの銀ザリもね、銀ザリやったっけ、これもちょっと試してみたいと思います。ゴーンチコンかね。巻きはね、やっぱこの急にこうゴーンチ来るのがやっぱ相当楽しいっすよね。多分巻きの釣りが好きな人みんな絶対そうやと思うんですけど、このやっぱドキドキ感っていうかね、これはやっぱりこうワームの釣りには味わえん快感っすよね。昔苦手やったんすけどね、俺巻き全然面白いと思えたけど、ほんとこの下流でやりだして巻きが面白いなあっちなりましたね。やっぱほんとやるフィールドで変わるんでしょうね。多分小規模なとことかでやりよったら絶対ね、うちもね今、まあ、結構もう定番になりつつあるフリーリグとかさ、まあああいうのが絶対強いやろうし、もうピンポイントピンポイントで落としていった方がね、多分バスは絶対釣れるんで、まあいいんでしょうけど、こういったところはやっぱね、コンスタントにこうやってコンパクトで軽くて、まあスタックしにくい、あんま重いとやっぱりスタックしちゃうんで、だけいいんですよこのコンパクトサイズって。ちょっとゆっくり巻いても全然引っかからないんで、これはやっぱ強みっすね。サイズが小さいっちゅうよりも、俺はどっちかっていうとそれが俺個人的には強みかなって思うっす。他のバイブレーションで今のリーディングスピードで巻いたら、もう間違いなくこの手前に来た時に引っかかるんですよ。でもこれは最後までなんだろう、巻き通せるっていうか、これはやっぱりこのマイクロザリバイブだからこそ、このサイズ感とこのグラムとこれだからこそできると思うんですよね。これがやっぱりなんかこう最後までしっかり安心して巻き通せるっていうのは相当やっぱ強みですね。お、来た、おっしゃ、バレ、あーバレる、あーバレた、バレたね、あーバレた、
あ、いやいや、まだ着いた着いた、めっちゃ絡んだ。おお、ちょっとサイズアップした。お、ちょっとサイズアップしましたね。おお、しっかり食っとりますぜ。あ、結構今回は沖で食ったね。さっきね、護岸沿いやったっすけど、沖で食いましたね。おお、元気元気。ちょっと待ってくれよ。おお、腹パン、腹パンのハスくんでした。